横揺れだ、うちは大丈夫だ。めっちゃ揺れとる。揺れとる。え、長くない？ほらほら、揺れとる揺れとる。揺れとる。聞こえん聞こえん。明けましておめでとう。はい、おめでとうございます。なんでパジャマやねん。明けましておめでとうございます。いつもか早いね。うん、早わ。扉ガンガン叩いてこなあかん。明けましておめでとうございます。今日も寝坊ですかって。多分開けようと思えば開ければどっちがどっちかもあったかもしれない。変わってみて。じゃあこっちはアババの方。カニカニカニ。なんか嫌な感じだな。ねえ、めんどくさいぞ、起こしやがってる。え、何？いや、ここのところに何ムラとんの。なんか去年も同じようなことやったと。親父が渡したくないと必死になって最後の抵抗をしとる。ああ、破れたよ。どうしてくれんのよ、マジで。うわっ、うわっ、めんどー。ああ、どんなバカ。今日の、同じ額やな、結局。はい。いや、開けれへんのよ。裏から開けない家って。ダメ、裏から開けたら。裏から開けたら没収やよ。なんでって顔するよ。没収、おい、正規で開けろ。はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。はい、福袋見に行かないかもしれないって言ったんですけど、一応2店舗中1店舗見に行くことにしました。はい、これが終わったらすぐにおばあちゃんと一緒に初詣行きます。なのでそんなに時間ありません。カノさんはパパと一緒に行動してください。あやさんはママと。はい、じゃあ行きますね。行きません。ゴー、うん、クリア戻ったけ。はい、あ、白かわいい、ピンク黒かわいいよ、黒ピンク黒ちょっと待って、あちょっとおばさん来てダメやな、今年な。アクセサリーかな、ブングもう覚えてない。うん、大きい、これ大きい肩甲骨。なんか隅っこっぽいから。しゃあないな、もう時間ですから。時間買うの忘れた、ちょうど3日の日にママがお店行くので、その時についてきやん。ちょうど時間忘れた、買うの。あやさん、はい、今年の結局カバン入りの福袋買わないって言ってましたが、どうしました？買わなかったです。はい、買わなかったです。いいのがあったら買おうかっていう話にまとまってたんだけど、結局どうだったんですか？いいのがなかった。リュックタイプじゃなくってショルダータイプのものが多くて、ちょっとあやさんのお目にかなわなかったのでやめました。でその他にちょっと文房具とちょっとカノさん用の福袋を買いました。後で開封しましょう。生のカツラは何個だか。はい、カツラは温かいですね。はい、すいません。なんかもっと袋詳しくて。はい、ありがとうございます。あ、おもちゃ。じゃじゃーん。はい、毎年恒例マクドナルドの福袋。ゲットだぜ。今回当たってました。おめでとうございます。あ、何やってんすかね。なんか昨日も見た光景ですが、しょっぱ。初ポテト。これ私の。うん、みんなでね。どうやって食べるの？抜くちょだい。大変だ。自分の分この手に入れてって。あなたたちは年越しの瞬間起きとったの？寝とったよ。パンちゃん起きとったよ。うん。ギャーッ。だって暑いもん。興奮しすぎて。パジャマいかんのかもしれない。今年福袋、去年同様買おうと思ったんですけど、
ほとんど買いませんでした。その中で今回初チャレンジかな、いつもカバンを買っているお店さんの文具の福袋を買ってみました。こちらになります。中身が見えそうで見えない袋。え、待って、こんなもんなの。そんな感じなんだ。トムとジェリーの方眼ノート5ミリマスです。ついてる。ストローの形をしたペンです。うわ、待って、これマジでいったの。そんなに悪いの。え、ちなみに今の時点で今まで買ってきた文具の福袋を100だとしてどれぐらい。これ見て、うん、40。そんなに低いのってことは、いや、あのイオンのあの安心感満足感がない、ね、ない、うん、シークレットスタンドクイック。買い勝手に困るようなものが入ってました。これは、はい、これカノさん好きそう。ユニコーン、うん、多分次もカンちゃん好き。あー、消しゴムいるいる。これはい、これは電話写真じゃん。恐竜が入ってます。じゃん、あ、鉛筆削りか。じゃん、メモ帳。次がね、謎のやつ。じゃあ大吉とか書いてあるじゃん。今日来てほしい。うわマジでマジで言えないの。なんか色から差し取ったけど大吉じゃないんだ、もし。じゃあ、はい、かわいいね、下敷き。でも上がボコボコしてるからちょっと使いづらそう。時刻は14時初めて見た、かわいいかもしれない。これすごいよ。あのさ、付箋さ、糊の接着面がすごくない？多いな。普通ここら辺までやんね。じゃん、こちらっ子。あ、サンリオのキャラクター。うん、マイデコペンポーチ。あ、ペンポーチなんだ。え、でもさ、こんなさ、でかいさ、持ってく。以上何点ですか？15点の福袋でした。満足度聞きましょう。あの、イオンと比べちゃダメです。ね、比べず？比べず。35。低い。あやさん的には目が肥えすぎてちょっと辛いんだと思います。次、カナさん。カナさんの福袋はこちら。じゃじゃーん。いい、開けてみて。はい、じゃあ切ろうか。はい、一つ目。はぁ、ガムテープとキラキラのやつ。これあの去年流行ったやつだよね。ガムテープバルーンって言って、透明なやつにキラキラのを入れたらなんか風船っぽいのができるっていうやつね。じゃん、カチューシャ。ハート柄のカチューシャです。次行くよ。はい、どうぞ。カチューシャ。あ、またもやカチューシャ。カノさんが好きそうなのベースですね。え？何これ？あ、これも何？カチューシャ？カチューシャの仲間ですね。カム下げて。はい、こんな感じ。でもいいと。いいか。これもなんかもう。え？ゴム？これふわふわのボールがついたゴムですね。モフモフマ。せーの。え？何？あ、キーホルダーだ。ああ、白い。これと同じだね、モフモフ。モフモフに似てるけど。カバンにつけても可愛い、ふわふわのキーホルダー。次だけ。ネックレス。あ、ネックレスだ。あ、可愛い可愛い。ニア。はい、真珠風のネックレス。ゴム。はい、これもゴムです。ブレスレット。はあ、言った当たりや。本当だ。ブレスレットです。あ、マスクか。ここ。氷塗るやつやろ。はい、2つ。モキモキ。青色のついだよ、これこそ。なんでゴムなの。何これ。紙石祈願。なんかハロウィンチックのちょっとダークな感じのピンです。ゴム。これかわいい、なんかちょっと大人っぽい。イヤリング1つだけ。カモさんにはかなり大人っぽいやつ。ムサムス。あ、かわいいやん。ハートのピンですね。ラスト。これイヤリングですよ。できましたよ。あ、ほんとだ。はい、カロです。以上がカモさんが買った福袋になります。カモさん、ちなみにどれが一番好きですか。それか、もうちょっとなんか大人っぽいの入ってるかなと思ったら、意外にカモ
さん世代が受けそうなものが多かったです。あなたにも福袋を開けてもらおうと思います。はい、どうぞ。今年マクドナルドはブルーノとコラボしております。こちらですね。色は2色かな。青色の方が当たりました。次こちらです。四隅の2角だけがファスナー。小皿？これ何使うの？使い道ちょっと困る。今またポテトだよ。来た、ポテトシリーズ。今回は加湿器。あ、加湿器USB 電源ケーブル使用。出た。はやの福江でわかるわ。連続が3時間から4時間ぐらい使えて、スイッチをオンにしてから6時間後に自動で止まっちゃうらしいです。じゃあラスト。これが一番楽しみやった。 Mac の商品と交換できる券です。利用期間は6月30日まで。ダブル肉厚ビーフ、ベーコンレタスバーガー、テリヤキマックバーガー、エビフィレオ、マックフライドポテト M サイズ、ホットアップルパイオア好きなドリンクのジュースの M サイズ、コーヒーの M サイズ、オレオクッキーチョコフラッペか、マックのフライドポテトの L サイズ。あ、でもなんとかオアなんとかって書いてあると安心だよね。はい、という金券が入ってました。もう加湿器が多分大きいんだろうね。まあでもよく思いつくよね、毎回ね。以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様です。横揺れだ、うちは大丈夫やろ。 めっちゃ揺れとる。揺れとる。え、長くない？ほらほら、揺れとる揺れとる。揺れとる。ちょっと2番。ほら揺れとる。ほら、やばいね。めっちゃ揺れとる。家壊れ。早くみんな。何騒ぎしたんだよ。家壊れるって。え？やばいやばい。うわー、すごいやば。家壊れるって。震度何？最大。怖い怖い怖い。どこで揺れとんの？みんな地震。あれ地震やった。そんな瞬間よかったの？ここ。え、石川って言っとるよ。いや、でもまだ揺れとるよ。震度6強やと。もう？うん、石川県。やばいやばい。能登半島の方。あ、止まった。止まった？震度4やん、我が家も。上いた震度5やったぞ。あ、ほら出たほら6強やと。うわ、寒気する。すごい。さっきのこと。うわ、だってこんなひどいの久しぶりやろ。うちさね、うちさ、わかる、間違えすぎてさ。私も消そうでもあった。だからなんかあのパパの携帯だけじゃなくてさ、ママの携帯も鳴り始めたからさ。こうって書いてある。あれ揺れたね。ビビった。あ、なんで？ばばば。待って、ねえ、これさ、もしかしてさ、東海、まだまだまだ、東海、東海って、あ、わかんない、日本海って大変よ、日本海やな、あっち、うん、日本海の、ほらほら、0円だけど、なさ1切られたよ、3メートル、お金取られたけど、スイスに取られちゃったけど、いや、なんかまだ揺れとる感覚ある、気持ち悪い、これも同じく、でも待って、でもさ、長さも同じや。っていうかな、そう思ってもな、子供たちゲーム話さんねん。ママ。いや、話さんねん。ママ、初めてやな。ね。そら喜ばしいことじゃないよ。正月にこれはきついな。うわ。本当にや。貧乏がね。あの、はい、GoPro に変えましょう。やばいんじゃないの。でも貧乏だけどね。震度7に変わった。違う。なんで？また来るよ、地震来るよっと。また来んの？フロア来るよ。逃げろ。来るよ。私の方来てない。なんで？そう、パパは今度ヤフーです。また来んの？ねえ、新年から見よ。今立って揺れ、多分これは分からんわ。ふわっと来る。揺らすな。今止まれたらやばくない？うっさー、もう来ると思う、揺れるな。
あ、揺れてる、ほら揺れてる。揺れとる。どこ？ほら、ほら。今度震度さん。ごめん、分からへん。さ。ぬらから揺れてないよ。ほら、ほら、ほら、ほら。ゴールまだあと行きます。あ、でも静かやね、揺れ方が。今度はもうあれやもんね。うん。うわぁ、鳥肌立つぐらい揺れた。ほな、ほな、どうまい。新潟にもさ、親戚おるんよ。新潟にも名前だよ。やばくない？ 5,700 人。え、これこれ、違うか。そう、行ったら、新潟がやっぱ結構揺れたみたいで、うん、今、一人以外に連絡が取れとる。一人怖いよ。一人は仕事中なんや。うん。私、揺れてない。うん、一回止まった。ね、もっとさ、ドドドドって音じゃないの？津波、避難って書いてあるよ。よかったね。やばいよ、そんなに石川。うちにね、早くして。カメラ。うわ、津波警報じゃない、大津波警報だよ。うわ、5メートル殺しに来るやん。あ、でも到達階でもう今来とるんだよ。高いな、5メートル。え、殺しに来るって。パパ2人分。パパ2人分。なんで？もっとあるって。え、ガンちゃん。ねえ、うるさい。じゃあね、昨日ね、遅くまで起きてから足りてないんですよ、睡眠。うん、おやすみなさい。うん、そう。うちのあいつは、そうそうそう。あはは、パパの分。ちなみにそれ308円するらしいですよ。そうやろ。だから売るのじゃん。100円でも買わないかも。あ、これカンちゃん好きそう。